奪えるものなら奪ってみなさいよ、童貞坊や。あれはこんなところでキスを、しかもあんなに濃厚なのを。オーナー、オーナー、事件です。二人が仲直りをしていました、この先の路地で。しかもみんなに見せつけるように。あらまあ、あらまあ、それはそれは。二人だけで分かり合ってずるい。あ、そうだ、メラ先輩なら知ってるかも。メール、メール。ムツラ先輩とヤライ先輩がディープキスを路上でして、みんなに見られて目立っていたそうなのですが、ディープキスって何ですか？教えてください。これでよし、送信と。メラ先輩知ってるといいな。にょわー、ルルルル、路上でディープキスでした。もう二人とも大胆なんだから。街中でディープキスだなんて。ちゃんとゴムはつけたの？